こんにちは、ヒロさんチャンネルのヒロキです。本日なんですけれども、就活生の方に来ていただいたので、模擬面接をやっていこうと思います。本日模擬面接に参加していただく坂本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に、今の就活状況とか簡単に教えてもらってもよいですか？はい、今はエンタメ業界を中心に、他に IT 業界を見たりしていて、まあ今 ES 書いたり、まあ面接にとか自己分析を頑張ってるところです。かしこまりました。ありがとうございます。今日ですね、模擬面接やっていくにあたって、今エンタメ業界だったり IT 業界両方見てるってことだったんですけど、私こう人事としてやるときに、どっちの業界の採用担当役をやったら良さそうとかってありますか？そうですね、IT で今回お願いしたいです。了解です。かしこまりました。IT だと、職種だと、どういった職種見られてるんですか？そうですね。営業を主に見ていて、まあ、たまにエンジニアの方も興味があるので、見たりっていう感じですかね。了解です、了解です。営業中心には受けてるところって感じですかね。はい、そうです。了解です。かしこまりました。ありがとうございます。では、やっていきましょうか。じゃあ、いきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、自己紹介からお願いします。はい、立正大学経営学部経営学科4年の坂本です。趣味は高校時代まで野球をしていたので、休日に友人と野球をしたり、野球観戦に行ったり、その趣味の延長として今現在中学校の母校に、野球の指導を行っているので、それが趣味になっています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでですね、いくつか伺っていければなと思うんですけれども、まず最初にですね、学生時代に一番力を入れて取り組んできたことを教えてくれますか？はい、私が学生時代力を入れていたことは、初対面の人と積極的に交流を図るということです。初対面の人と交流を図ることを、高校時代に大学に入ったら、いろいろな人と関わって交流を深めていこうっていうのを目標を大学進学の一つにしまして、そこで大学1年生では、人数の多い野球サークルとスノーボードサークルの方に、所属しました。で、大学1年生の時に所属したサークルだったんですけど、コロナの関係で大学に帰れなくなってしまったので、地元の方で、知り合いの少ない草野球チームに所属して、所属するだけではなく、友人の草野球チームだったり、他大学の、野球サークルに、助っ人という形で参加させていただき、初対面の人と積極的に交流を図ってきました。で、積極的に交流を図っていくことで、コミュニケーションの幅っていうのが広がったり、様々な人と様々な価値観と、触れることで学生時代を充実することができました。以上です。かしこまりました。ありがとうございます。それではいくつか聞いていければなと思うんですけれども、積極的に交流を図るっていうのは、どんな目的があって、それを何を達成しようと思って交流を図るという手段を取ったんですか？そうですね。最初は高校時代に高校生までずっと地元での枠から出たことがなくて、その地元以外の友達っていうのが全然いなかったので、思い切って東京の大学に行って、東京の大学だったらいろいろな地方から来ると思ったので、いろいろな県の友達を作りたいなって思ったのが最初の目的です。了解です、了解です。でもあれだったんですかね、それはちょっとコロナの影響で東京の大学での桜ちょっと難しかったんですかね？そうですね、所属したんですけどなかなか通えなくなってしまったので、抜けてしまって、その代わり県をまたがないで地元でも、地元で、そうですね、高校の時と変わらないんですけど、地元からちょっとだけ幅を広げたっていう、感じで、草野球チームとか他大学、近くの大学があるのでそこの友達に協力してもらって参加させてもらいました。かしこまりました。それらの活動っていうのは大体どれぐらいの時間を投下して取り組んでたんですか？例えば週に何十時間とかそういう感じで言うとどれぐらいの時間投下してたんですか？そうですね、草野球所属してたチームに関しては週に一度試合だったり、週に2回週にその試合以外でたまに練習をしたりで、また大会に出場したりってことだったんですけども、その友達の草野球チームに
行くだったり、他大学の草野球チームに行くときは、他大学 の, その草野球チームに人数が足りないときだったり、合宿があるときなどは参加していったんで、そうですね、チームに関しては週に一度で、その友達の助っ人というのは、2ヶ月に1回ほどですかね。うんうんうん、かしこまりました、ありがとうございます。なんか学生時代にすごく一番頑張ってきたことっていうよりかは、趣味としてやってきたぐらいなのかなと思ったんですけど、他になんか学生時代に頑張ったこととかってありますか？そうですね、先ほどの時間の自己紹介でも言ったんですけど、の趣味とは本気で頑張ったことっていうと、の野球の指導、小学生に対して本気で野球の指導を行ったってことが、の趣味以外だった、大学時代には行っていきました。うんうんうん、どんなことを、やってきたか教えてもらってもいいですか？はい、そうですね、大学、高校まで野球を続けてきた経験を、最初は友達の弟が中学校にいたので顔を出す程度だったんですけども、そこで監督に会った時に、最初はその選手に少しだけアドバイスするっていう形で、まあ指導までは行ってなかったんですけども、だんだん指導アドバイスをしていくうちに、選手たちが変わっていく姿を見るのが嬉しくてまたその野球チームが初心者が多くて、なかなか勝ててないチームだったので、自分も野球を始めたのが遅かったので、その遅かった気持ち、初心者の気持ちがとても分かるので、この子たちを成長させるのと、野球の楽しさを知ってもらって、高校まで続けてほしいなっていう目標を自分の中で立てて、週に一度ほど、野球チームに、指導しに行ってました。うんうんうん、かしこまりました、ありがとうございます。その、指導を週に1回ほどすることによって、なんかこんな成果が出たなとかってありますか？そうですね、技術力もちろん上がってきたっていうのもあるんですけど、一つ大きい大会ではないんですけど、大会に優勝することができまして、そこでは自分の教えたことも生きたのかなって思いまして、まあ、その大会で優勝した経験ももちろんそうなんですけども、優勝したことで選手たちに自信が生まれたのかなと思いまして、そこが自分の指導する中で大きな結果かなと思っています。うんうんうん、かしこまりました。なぜその大会に優勝することができたと思いますか？そうですね、技術力も上がったんですけど、まあ、考え方、野球に対する考え方が選手たちの中で変わってきたのかなと思いまして、まあ、最初は初心者なので、まあ、厳しく言ったりするとなかなか難しいのかなと思いまして、初心者に対する指導の仕方っていうのをちょっと考えて、自分の中で考えて、その言葉で伝えると初心者なのでなかなか伝わらないことがありまして、最初は自分のお手本を見せるところから始めて、で お手本を見せた次に選手にやってもらう、で選手にやってもらった次に言葉で説明して、こういう動きはこういう、意味があるからやってきたんだぞっていうのを少しずつ伝えるようにしてきたことで、まあ、本気度も、自分選手の技術が上がって自信が生まれたことで、考え方も変わってきて本気度が変わったのかなと思います。その結果は大会で優勝できたのかなと思っています。うんうん、ちなみにどんな大会だったんですか、それは？そうですね、その県の県政地区という大会の一つなんですけど、規模的にはそんな大きくない大会です。何チームぐらい出る中で優勝したんですか？市でいうと6、7くらいの市のチームなので20チームくらいだと思います。あ、でも20チームで優勝できた、すごいですね。はい、かしこまりました、ありがとうございます。それではですね、本日の面接を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、模擬面接終了となります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やってみていかがでしたか？ダメでした
どの辺がダメダメだったなって振り返ってみて思いますか。そうですね、言葉のチョイスも全然準備不足なところが自分の中で出てしまって、言葉のチョイスというかその聞かれてることと言ってることがだんだんずれてってしまってるなって思ってましたね、ずっと。なんかうまく答えられてないぞみたいな。うん、そうです。どうやって直すんだろうみたいな。そうです、とりあえずでも答えなきゃみたいな。そうです、面接慣れしてないとなんかどういう意図なのか汲み取りづらくて難しいですよね。はい、そうですね。了解です、了解です。じゃあちょっと全体的な部分、全体通し終わったので全体的なところと、あと個別な質問のところをフィードバックしていければなというふうに思います。全体的なところとしては、まずどのエピソードを面接で使っていくかみたいなところをもう一回整理するみたいなところをやると良いのかなって思いました。で、面接全体においてで大事なことは何かっていうと、全てですね、質問にはちゃんと答えてくれてるんですよ。答えてくれてるんですけど、面接の目的が果たせるかみたいなところでいくと、パワーアップできる余地があるなっていうのが全部に共通してる部分で、面接の目的って何なんですかっていうと、今日の面接であれば IT 業界の営業職として採用されることが目的だったとすると、面接の全ての質問に対する回答は、面接官に対してこの人採用したら IT の営業でめちゃくちゃ売り上げ上げてくれそうだな、他の人よりも採用するべき人はこの人だって思ってもらえるような回答をすることが重要になるんですね。で、いる時に今回面接してて感じたのは、そのための面接をするんだという意思というよりかは、自己 PR 聞かれてるからとにかく自己 PR を話そう、ガクチカが聞かれてるからガクチカを話そうみたいな、こうなんていうんですかね、一問一答で準備したことを話しているようなイメージで、全部が接続されてないように感じたんですよ。あ、はい、みたいなところを思ったので、そこがこうよりこう活躍イメージ、面接から持ってもらうためにという軸を通るような、そういう筋が通るような感じに個別のところでパワーアップしていければなと思います。はい、わかりました。まずじゃあ自己紹介からっていう風なところなんですけれども、自己紹介でいくと、今回話してくれたのが、大学と学部とお名前言ってくれた後に、趣味は高校時代まで野球やってて、休日にも友達と野球したり観戦したり、中学校の母校に野球の指導を行ってますみたいなところの、こう野球一本やりで話をしてくれたなっていう風なところでした。これがどうかみたいなところでいくと、この後のガクチカ自己 PR、 そのどういったエピソードを出していくかみたいなところをこれから話していこうと思うんですけども、今話してくれた内容、今1回目模擬面接やった内容では全部野球の話だったので、今の内容でも良かったりするかなと思うんですけれども、もっと良いエピソードがあるならアプリにつながる内容を変えていくのも全然選択肢としてはありかなと思ったんですよ、はいはい、なんで変わるのであれば、その変わったエピソードを自己紹介でも一文入れるって感じがいいと思います。例えばアルバイトとか入れてたらいいんですかね。そうですね、何になるかっていうところなんですけど、エピソードもどういう基準で選ぶかみたいなところも、じゃあこれから入っていこうかなと思うんですけれども、ガクチカで話してくれたのがガクチカに行こうかなと思うんですけど、初対面の人と積極的に交流を図るというガクチカだったんですよ。じゃあこのエピソードはどうなのかっていうと、坂本さんが楽しい学生生活を送ったんだな、コロナ禍においてもっていうことは伝わったんですよ。っていうことはすごく伝わってきたんですけど、一方で IT 業界の営業を採用する人事という視点で見るとどうなのかっていうと、ガクチカっていうのは学生時代一番頑張ったことこれですっていうところで、何を見てるかっていうと、そこで営業で何か売ってなきゃいけないってことは全然求めてないです。でもそこでやった取り組みにおいて成果を出してる人、成果を出してる人であれば、うちの会社の仕事でも成果出してくれそうかもなっていうのを重ねられるんで、活躍イメージにつながるんですよ。でいうものなんですけど、今回のその出してくれたエピソードって、交流図りました、充実したよ、楽しかったっていう話なんですよ。はい、それって仕事での活躍につながるかっていうと、イメージがつながらないんですよ。というアピールなんで、営業として商品を売ってお客さんに買ってもらう人って、つまり置き換えるならば、就職活動において自分という商品を売り込むこの場においてしっかりアピールして売れる人だったら、営業としても売れるかもなって想像するときに、あ、全然売り込んでこないみたいな感じなんですよ。で、活躍イメージ湧かない、めちゃくちゃ重要なガクチカという質問で、そういう切り口で出してくるのか、売るためにいろいろ考えながら試行錯誤して取り組むとか難しいかもなって思われてしまうかもしれないですね。はい、っていう風にならないためにどうしたらいいのっていうと、出してる成果とかから話したいんですよ。で、今回は成果があまりない取り組みになってしまっているので、じゃあさすがにこれは厳しいなと思ったんで、切り替えて他に何かあるんですかっていうのを聞いた感じだったんですね、はい、他に何かあるんですかって出てきたのが、高校に週に1回指導しに行った取り組みだったんですけど、これすごい悪いかっていうと、すごい悪くはないんですけど、これも週に1回なんですよとかなんで、学生時代一番頑張ったこととして言う時に、なんかもっと取り組んだ時間を投下したこととかであればなというふうには思ってたんですけど、アルバイトとかやってたんでしたっけ。そうです、アルバイトは今やってるのは2年1年半くらい続けてます。おー、いいっすね。ちなみに何やってるんですか。
そうガソリンスタンドのアルバイトをしていまして、その中ででも目標を持って結果を出したっていうのが見つからなかったので、このガクチカじゃなくて草野球にしたっていう形なんですけど。 OK です、 OK です。じゃあこのガソリンスタンドのアルバイトからいい感じの成果につながる部分があるかどうかちょっと聞いてってもいいですか？はい、わかりました。どんなことを業務内容でやってるかっていうと、給油とかですかね？そうですね、トラックだけなんですけど、トラックの給油だったり、他は掃除ですかね、掃除と、あと乗用車の方で蛍光管のを入れる作業だったり、まあ、主に給油ですかね。なんでトラックだけなんですか？変わってますね、それ。なんかそうですね、その一般車両の方はセルフになってまして、でトラックがフルっていう形の2つなんですね。了解です、了解です。結構そのガソリンスタンドとかのアルバイトとか仕事の場合とかって、その来たお客さんに対してアップセルの提案したりとか、そういうことをしているガソリンスタンドって結構多いなと思うんですけど、そういうのとかって全然なかったんですか、坂本さんからした場所では？そうですね、多いですけど、無理やりやらされるっていう感じではなくて、行けたら行って、空いてたら行ってきてくらいな感じなので、トラックがいっぱい来てる時にはなかなか行けないので、そこで数字目標持ってっていうよりは、空いてるからあのお客様に声かけに行こうみたいな感じでやってますね。そういう時に取り組んでこんな風に売れたとかってあったりするんですか？そうですね、工夫したっていうところはそんなにないんですけど、その内容だったり、景品がもらえるからこの契約どうですかみたいな感じなんですけど、その景品の内容が女性の方に売れるようなものが多いので、男性よりは女性に声かけた方が売れるなと思っていたので、女性を多く声かけてました。トラックが空いてる時にはこっちにも営業しに行くみたいな。あ、はい、そういう感じです。はいはいはい、ああでもイメージできました、ありがとうございます。え、景品どんな景品なんですか？ティッシュだったり、そういう5000円入れたらティッシュ7個とか、そういう感じなので、結構主婦の方に人気ですかね。はい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 。何に加入してもらうんですか、それ？それはその洗車のスイカみたいなカードが、チャージ式のカードがあるんですけど、はいはい、それを新規で買われた方と、そのチャージの金額に対してティッシュの数が増えるよみたいなキャンペーンになってますね。了解です、了解です。その女性に声かけた以外に何か工夫してたこととかってあります？まず隙間時間を見つけてアプローチするっていうのはその大前提だと思うんですけど。そうですね、工夫してた点の話し方というか、まずは景品をもらえるところから説明する方が内容を伝えやすいというか、話聞いてから景品もらえますってやると話をまず聞いてくれないってこともあるので、まず景品がもらえますってところから話を始めると、景品目的で話聞いてくださる方も増えるので、景品から話すってことはしていました。大事ですね、話をまず聞いてもらわなきゃいけないですもんね。はい、そうです。かしこまりました、了解です、了解です。実際、そういったことした結果、坂本さんどんぐらい契約取れてたとかってあります？そんなにはその社内では多くないですけど、キャンペーン期間中だと10人から20人いければ、20人はいけないです、15とかですかね。それは1ヶ月間でとかですか、キャンペーン期間？そうですね、だいたい 2,3 週間くらいやってるのかな、キャンペーンが。なんで他にも業務があるので、そっち優先になってしまうので、そんなに数的には増えないんですけども、10個くらい、 10人くらいですかね。社内のアルバイトの人、同じぐらい出勤してるアルバイトの人の中で見ると、契約件数は普通ぐらい、ちょっといいぐらいとかだとどうでしょう？普通くらいだと思います。了解です、了解です、かしこまりました。ちなみにトラックとかの給油とか、そういった業務において意識したことってどんなことありますか？そうですね、トラックの運転手の方はそんなに喋る方っていうのが少ないので、不愛想な方が多いので、こちらもなんかテンション低くいっちゃうと良くない対応だと思われちゃうので、不愛想な人ほど逆に明るくするっていうのを意識していて、その中でも結構お話ししてをかけ、会話してくれる方もいるので、まあ、雪の日とか今から遠く行くんだよって言われた時には気をつけてくださいっていうのを一言絶対言うようにはしています。結構会話になることも増えたんですか、やっぱりそういった対応というか、テンション高めのいらっしゃいませみたいな感じでやっていくと。そうですね、不愛想だなって最初無言でカードとか渡されても、自分がカード渡し行った時には逆に話してくれるようになったって、時々あります。その中でも結構絶対うちでいて入れて
くれる方もいるので、そういう人だと、あ、またこの人来たなっていうのは時々ありますね。そういった時とかにその、あ、前も来てくれましたねみたいな声が来たりもするんですか？いや、それはしてないんですけど、同じ内容で入れてくるので、だいたいスムーズになったりすると思うので、そういうのは覚えたりっていうのはしていました。何度も来る場合は前と同じでいいです、これ前と同じの何て言うんですかね、レギュラー満タンでいいですかみたいな。うん、そうです。なんか、その、一人常連の方がいるんですけど、その方はもうカードとか渡さないで、そのどっかのトイレとか行ってる時に、トラックの中にカードを入れておくだけでもういいので、そういうのとか分かっていると、その常連だと、すごく仕事はスムーズにいく時もあるので、常連の方には渡す作業いらないというか、そういうので工夫じゃないんですけど、常連だと違う動きになる時もあります。勝手に着いたらパッと出ていくのを、あのカード受け取っときますねみたいなのがもう了承取れてるってことですもんね。あ、そうですね。もうカードを渡さないで車の中に置いとけば行っちゃうので了解です、了解です、かしこまりました。 OK、 ちょっとじゃあざっくり作ったんで、いろいろちょっとモリモリで長くなっちゃうかもしれないですけど、一回こんな感じみたいなの言いますね。はい。学生時代に一番頑張ったことなんですか？だから、はい、私が学生時代に一番頑張ったことは現在も続けており、トータル1年半ほど行っているガソリンスタンドでのアルバイトになります。こちらのアルバイトの業務内容は、トラックのお客様に対する給油がメインの業務になりまして、その他で言うと、一般車両はセルフでの給油というふうな形になってたので、何か問題が起こった際のサポートであったり、簡単な営業活動をメインとして行っておりました。このアルバイトを始めた当初なんですけれども、正直顧客対応で戸惑ってしまうということが多くありました。給油をする際にですね、トラックの運転手さん、かなり不愛想な方が多いので、まあ、正直怖かったですし、どういうふうな対応すればいいんだろうっていうのを、悩んだりとか、あと一般車両のお客様に対してご提案する時にもですね、やっぱり営業うざいなというふうな態度を取られてしまうことも非常に多くありまして、正直なかなかやりづらいなというふうに思うこともありました。しかしながら、そのアルバイトせっかく働く機会もらえたからには、しっかりとあの顧客満足度高い対応できるようになりたいなと思って試行錯誤しながら取り組んできました。具体的に取り組んだこととしまして、本当にお客様ごとに対応を変えるということを大事にしてきたんですけれども、まず給油を行うトラックの運転手さんに対する対応では、まあ結構テンション低く無言でカードを渡されたりとか、そういう結構強めの言葉をかけられることも多いんですけれども、そこに萎縮して自分のテンションを下げてしまうと、よりうまくいかなくなるなと思ったので、もう無理やりでもテンションを上げて元気に、こんにちは、よろしくお願いしますといった形でお客様に対して、接客するように心がけました。で、そうすると意外とこっちのテンションが高いと、その運転手さんも、あ、これからここ行くんだよとか、そういうその長距離運転の行く先とか教えてくれたりするんで、あ、じゃあ気をつけてくださいねみたいな、こう一言気軽な会話っていうのができるようになりまして、運転手さんの満足度っていうのも高まったと思いますし、そうしたことを行った結果、やはりリピートで使ってくれるお客様、運転手さんっていうのも非常に多くなったので、そういったお客様に対してはカードを渡すってことをしなくても置いといてくれればもうこちらで勝手に給油しますねみたいな、そういう関係値を作るような、あのリピートに対する特別対応みたいなこともだんだんとできるようになってきました。また一般車両のお客様に対する営業活動というところなんですけれども、まあ、何を売ってたかというと、チャージ式の洗車を行えるカードの加入をしてもらうという営業を行ってたんですけれども、まあ、最初はその、まあ、給油メインのアルバイトだったので、あのトラックが少ない時に一般車両の方に声かけに行ってねみたいな、まあ、強制ではないそういった業務だったんですけれども、最初はもういるお客さんに手当たり次第声をかけてて、まあ、ちょっとうざいよという反応されることが多かったので、まあ、どうしようかなって考えたところ、ポイントチャージするともらえる商品みたいなのがあったんですけど、まあ、その商品が主婦の方が喜んでくれるようなティッシュが何個もらえますよとか、トイレペーパーがもらえるよとか、そういったものが商品として多かったので、だったらもう主婦の方にターゲット絞ろうというふうに決めて取り組みました。また声掛けも、カードに加入どうですかっていう営業から入るとどうしても嫌な目をされてしまうなっていうのをすごく感じたので、まず最初に、実は今キャンペーンやっててティッシュがタダで7個もらえるんですけど興味とかってありますかみたいに、興味付けから入るようにしました。そうしたことを行った結果、だんだんといい反応を返ってくるようになりまして、そのキャンペーン期間中の数週間で10契約ほどですね、受注を取れるようにもなりました。このようにですね、お客様に合わせた対応することで満足してもらうための取り組みっていうところを行ったガソリンスタンドのアルバイトが、私が学生時代一番頑張ってきたことになります。こんな感じです。めちゃくちゃいいです。聞いてみてイメージ湧きました。めちゃくちゃ湧きました。営業にもつながる話だなっていうのがすごい伝わりました。
そうです、そうです、そうです。で、特に私そんなに持ってないじゃないですか。事実しか言ってない。無理に、なんていうんですか、成果を大きく見せようともしてないというか。確かに、はい。そのままですね。あ、そうです、そうです。教えてもらったことで、ちょっとつなぎ目とか変えたっていう感じだったんですけど、こんな感じの方が、だいぶパワーアップするんじゃないかなと思います。はい、そうですね。ありがとうございます。OK ですか？イメージできました？めちゃくちゃできました。OK です。じゃあ、全体、今日模擬面接やった全体の感想とか伺ってもいいですか？最後に。はい、そうですね。自分の自己分析の薄さというか、まだまだできてないところがすごく見えたので、今回の模擬面接で、自己 PR だったり、ガクチカってのエピソードをもう丸々直してもらったので、これから面接に活かせるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。この機会をうまく活かして、ブラッシュアップしていただければなと思います。はい。では、今日の模擬面接は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、模擬面接は以上になります。この動画をですね、見た皆さんに少しでも参考になる情報がお届けできてればなというふうに思います。皆さんの就職活動が成功することを心より応援しています。最後まで見ていただきありがとうございました。